ランダムで振り分けられます。あなたの役職は騎士です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。私 CEO 特にありません。村人陣営です。そうですね、進行論とか言った方がいいってよく言われるんですけど、なんか進行論言えって言ってる人が別に大して上手くないっていう、別に信じてないんで、その人のこと。僕は進行論言わない派なんで言わないです。これで皆さんが僕のことを怪しもうがどうしよう勝手なんですけど、それで色は見えると思うんで、皆さん僕を議論のために。5番のプレイヤーが発言します。あれだよな、あの進行論述べなくてもいいけど、自分の思いぐらいは述べた方がいいんじゃないの。人の発言は信用できないのはごもっともだけど、自分の思いぐらいは伝えるべきだと思うけど。いや、まあ私はね、この村、霊能者ロラする村と聞いたんでね、ロラ観光しますよ、私は。必ず。遂行していきますよ。どちらかというと、占い師の真偽で見極める方が村勝ちやすいと思ってますから、人外の占い師語りっていうのはね、いずれボロが出る。そこから、3日目にまで突入して3回占いますからね。そこで人狼陣営と、村陣営のつながりが必ず出来上がるんでね、そこの、2人2人を見ていくと、必ず、村は勝てると思ってますから、安易に霊能者残すとか、そういう考え嫌いなんでね、6番のプレイヤーが発言します。5番さんの印象は良かったです。4番さん、5番さんの指摘通り、4番さんの自分の考えはね、すべて言った方が4番さんの精査もできるから、うん、5番さんの指摘はごもっとも。まあでも例のロラは、まあ安定は分かるんですけど、まあなん、まあ、よほどすごい決め打てる要素がもしあればね、決め打ってもいいのかなって、それも面白いんじゃないかなって思います。この方が印象がいい。7番のプレイヤーが発言します。そうか、4番、分かった、議論に入れないから、4番釣る、議論に入れるのもくだらないと思ってるから4番釣ります。はい、役なければ、はい、5番、6番、6番、5番、どこが白いの。色落ちがないっていうところなんじゃない。色落ちがないって。例のローラーの話を言えば、白くなるなら俺も例のローラーの話するよ。でもそんな問題色がつかないと俺思ってるから話はしないよ。当然のことだから。5番は色落ちがないってところなんじゃないの。6番はそれに無理くり色つけてんの。白く見えんの。俺には減らせれば黒かもしんないよ。色落ちがないんだもん。それに色つけてんでしょ、6番。俺とは視点が違うなとは思うわ。例のロラの話すれば何、白くなるんだったらみんな例のロラの話するぜ。狼だって例のロラの話するんだぞ。そういうこと考えなきゃいけない。以上。8番のプレイヤーが発言します。いたします。まだ誰も CO 出てないってとこですね。9123でってことは、もう連チャンで出てくる可能性がある。これ結構村人陣営、CEO 後なんで考察グレーしにくいよね、すごく。そこはちょっと不安ですね。
だからまあ、オオカミやっぱり黒塗りしてくるとは思うので、その辺をしっかり拾っていきたいかなとは思ってます。まあ、現状、7番さんに言いたいのは、レイロラって言えば白くなるの、白という発言は多分みんなしてないと思うんだよね。6番さんに関しても印象がいいしか言ってないから、私結構その白、黒と印象というのは別だと思ってる。で、印象こそが色落ちしない要素だとは思ってる。うん、ただそれこそ印象がいいっていうのが、まあ、5番さんの言うような思いを伝えるっていう中の一つだと思ってる、うん、だから4は印象悪い、うん、まあ、5、6は印象いいと思う。7番さんに関してはまあそれをどう思ったのかで印象を決める。9番のプレイヤーが発言します。5番さん、6番さん、8番さんが、まあ、自分の意見とかちゃんと言ってて、そうですね、でまあ、7番さんのことなんですけど、そうだね、まあ、白と言ったとしても、でそれって別に言ったら色落ちしてないっていう意味と同じ意味で多分言ったんじゃないかなっていう、まあ、別にそこのを、まあ、まあ、突っ込む部分、突っ込むほどのことではないかなというふうに思っております。で4番さんがなんかあえてヘイトを集めてみた感っていうのをちょっと感じた、あのセリフの、セリフっていうか言動のあれで、あ、そうだ、メロディジーには特にしようございません。そうだね、とりあえずまだ本当に色落ちっていうのが出てきてないから、ここから1、2、3番さんの中で多分塩、出てくると思うんだけど、まあ、それで、考察していきたいと思います。よろしくお願いします。そうだね、それぐらいかな。じゃあ次1番さんどうぞ。1番のプレイヤーが発言します。です、そうですね、皆さん結構喋る方なので、すごいなぁと思いながら聞いてます。でそれぞれの感想を言っていくと、4番さんは特に、まあ、初回というところもあってあまりこう言ってなかった部分があるので、まあ、今は特に、グレーです。で5番さんに関しては僕は好印象でちょっとまあ、持ってます。6番さんに関してもグレー、7番さんに関しては、まあ、何回か同席したことあるんですけども、まあ、新名寄りでちょっと見てますかね。で8番さん9番さん、特にまあ色落ち、まあ、グレーですね、してます。でここまで来て占い師用ないので、2番3番さんの発言聞いて、進めていきたいと思います。2番のプレイヤーが発言します。面白いね、うん、8番さん考察の仕方も僕と近いんで、まあ狂人でもないかなと思っている、うん、今のところね、はい。まあ、考察の仕方が近いっていうのは、7番さんの指摘してた印象がいい悪いと、白くは違うよっていうところ、僕もそれ一緒なんですけど、まあ、7番さんはそういう精査するだけで多分、議論活性化させたくてそれしたんじゃないかなとは思ってるかな。か、まあ、マックス狂人かなと思ってる。狼でそんなヘイトを集まるようなことするかなっていうところはあるので、まあ、マックス狂人かなっていうふうには感じている。うん、まあ、2週目の発言聞きますがね、2週目7番さんが後半位置どう精査するか、まあ、前半位置どう精査するかっていうところによるかなと思いますがね。はい、現状今釣りたいと思ってるのは9番さんかな。9番さんっていうのは568がしっかり意見を言っていた、でここを一区切りにしてるんですよね、うん、普通に票取りに来たんかなと思ったっていうふうに思ったかな。7番さんの方が意見をしっかり言ってた気しますけどねって感じ。まあ、4番さん5番さん6番さんは2周目、はい、3番のプレイヤーが発言します。3番です、よろしくお願いします。私占い師です、占い師です。6番さんに白が出てます、6番さんに白が出てます。ただ6番さんは、マックス強ですね、村人かもしれないし強人かもしれないというところです。で霊能は出てほしいなと思います。私終わった段階でチャット仕様もありになると思うので霊能は出てほしいです。で2週目私発言最後なので、私占い1、まあ、2週目明言したいなとは思ってるので、そこでもし占い師に役の人入ってたら役は出てもいいかなっていうふうに思ってます。霊能は出てほしいですね。で白いなと思ってるのが7と2、7番さんは1周目のあの時点であんなヘイト買いやすい発言をしないと思う、狼だったらね、逆に村っぽいと思ってます。それを指摘できた2番さんは白いと思ってる、7に白いで、私も9が若干。4番のプレイヤーが発言します。くださいレイの
聞こえてるかな。霊能寺なさーい。9番さん霊の対抗もいないね。まあいい位置だね。9番さんはかなり釣り位置怪しまれてた。ってことはこれどうなんだ、占いも確定してるし、狂人も霊能に対の対抗ってないってことは、狂人潜伏狼もいる。LINE をガンガン見れるってことだよね。今霊能対抗出なかったってことは、多分6番さんが白で狂人で囲われてるんじゃないかっていうのも見えてくるかな。逆にそれ以外は見えないね。見えないんだが、普通に考えて狂人がわざわざ霊能に出ないってことは、だって正直ね、9番さん相手だったら新芽貸し取れるんじゃないかって狂人思考すると思う。だからそこで出れなかった位置って多分6番さんじゃないかなと思ってます。白もらってるんで、そっちの方が狼リアルかなと思ったんじゃないでしょうか。そして今日釣りたい位置は、7番さんは結構初週からヘイト集めてるし、あ、てか役なら1番さんかな。5番さんは2週目の発言聞いてたけど、1番さんって結局なんだろう、村名としか言ってない、結局明確な釣り位置っていうのは用意してない感じだし、8、9印象ないって言ったんだけど、8番さんはやっぱり結構村目だったね。8番さん印象と黒目っていうのはかなり違うってことを結構指摘してたので、そこ印象ないっていうのは適当すぎるかなと思います。現状1番さん釣り位置。5番のプレイヤーが発言します。はい、5番でございます。いやーすごいですね。人外が潜りたがること潜りたがること、ちょっとね面白いですね。ちゃんと役出てきたね。7番さんちゃんと役しっかり言った方がいいと思いますよ。別にもう漏れてもう分かってるんでね。私ねちょっと1周目聞いた中で7球釣り位置だったんですけど、私の考察多分外れそうですね。2番さん3番に言っとくけど、7番の押し方ってちょっと違ったんだよ。拾い方が6番の拾い方違ったんだよ。6番が俺に、村っぽいというか、印象いい発言をしたのは、4番に対する発言に対して印象いいって言ったんだよ。俺が霊能者ロラするものに対しては、6番、それはどうかなってちゃんと考察するべきだよって言ってたんだよ。それを7番が違う理由で押してたから、全然違う。発言聞いてないって思う。とりあえず今、4、8、1でしょ？4番さん発言伸びてきたんで、私1かなと思ってます。その時点で1番感じたのが、5番6番に対して白っぽいって発言して、7番さんに関してはなんか神明みたいな発言してたんですよね。神明ってなんだと思いました。村陣営ですって言ったものに対しての神明っていうこと、なんか人外で焦ってんのかなと思ったけど、なぜ7番に神明って言ったのかわかんない。俺に対して白って言ったのにもかかわらずっていうところかな。いやちょっと押したいところが、俺外れてそうだから、一旦6番のプレイヤーが発言します。5番さんが言ってくれた。そうなんですよ、俺5番さんを印象いいって言ったのは、霊能ロラをするところじゃなくて、4番さんへの精査の仕方が印象いいと言ったんですよ。だからめちゃくちゃ7番さん釣りたかったんだけど、役なんだ。1番さんわかんないな。7番さん前で。7番さんがね、なんか前までで労働して、なんかうらうらっつって、新名。よくわかんない、1番さん。4番さんはなんかね、なんだろう。俺を狂人塗りしたけど、なんだろうな。白打たれて潜ってた方がいい。そっちの方が狼入りがあるから、狂人で。いや、俺、サンマソウラの白だって。なんかよくわかんなかった。サンマソン出てくるまで俺白打たれてないよ、誰からも。と思ったけど。サンマソンに白打たれて潜ってた方がいい狂人みたいなの言ってたけど。4釣りたい。1か4。もう2がわかんない。5は白いと思ったの聞いて。もう役潜伏とか、本当になんか7番が役とか言ってるけど、役潜伏とかいらない。7番
のプレイヤーが発言します。あの役潜伏を持ってるんだったら初心者部屋に行ってください。はい、97しか役いませんよね。役いるなら出てきてください。いませんよね。いるわけないですよね。だから97役確定ですよね。役って2人しかいないんですね。ここで潜伏を追うような人で私に投票する人を釣ればいいんですよ。簡単に言えば。うん。初心者部屋からやり直してくれっていうレベルだから、もし村だったら。うん。狼だったら投票したいんでしょ、俺に。それは投票したいよね。うん。俺に票を入れた人を釣ればいいんだよ。村であってももう反省を流すために、制裁釣りしてあげればいいんだよ。9と7しか役が出てないのに、ここで潜伏を追うなんてどう考えてもおかしいでしょ。俺はもう言わなくてもわかるでしょ、俺の役名は。言わなくてもわかるんだから言わないよ、いちいち。うん。ここで潜伏して出るような人がいるんだったらもう、ねえ、お話にならない。チームプレイなんだよ。チームのために戦うしかないのに。平和村だよ、平和村しかも、これ。平和村で役で出ないで潜伏してましたっていう人がもしいて、それを村と見れるかいっていう話なんだよね。うん。俺は見れない。うん。チームとして戦ってないんだから。うん。俺はチームとして戦うために出るよ。うん。とりあえず、8、1、2、4、5の中で。6が今なんか帽子戦じゃない、ふざけてるから、狂人の線もあるかもしんない。もう1枚出てこないっていうのがおかしいから。うん。本来9番と0の太鼓で出るべきだけど、うん。この状況でも出ないって不思議だよね。6も狂人の線も一応頭に入れた方がいいかも。ただ、今日グレー。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いいたします。まあ、別に7番さんが役を言う必要はないかな。うん、ただ6強もしくは、これ7強の可能性も村人陣は追っていかなきゃいけないから、だから、本気でというか本当に役を持ってる他の人がいるんであればすぐ出てきてほしい。私はそっちだと思う。うん、それによって、進化強化っていう精査ができるから、それは7番さんの、もしくは6番さんに対してもそうなんだけどね。ってところかな。なんでグレー1245、まあ私もかってとこで、現状やっぱり気になったのは発言的には、まあ1番さんの1周目の7新目寄りっていうのは少し気になったかな。うん。で、あと4番さんに関しては6を強でだったとしたら囲われてるっていう発言が少し気になったかな。だって三振確定で囲われてるっていうのは西洋の時だと思うから、そこはちょっと気になったなってところだな。で、5番さんに関しては、7級が、1日目の釣り位だったと。で、現状1のその、あれだよね、新名寄りっていうとこを気になったから1釣りって言ったんだよね、5番さんは。うん。だから、まあ、1号に関しては同じ陣営ではないかなっていうとこで、ただ1釣りの流れが多い、グレーから。私からするとそれがちょっと怖いのは正直ある。うん。ってところかな。なので、私はまあ、14だとして、みんながそんな1位組んだったら正直4に投票しようかと思ってる。まあ、別にそれで占い師入ろうがどうでもいい、私に関してはってとこかな。9番のプレイヤーが発言します。まず7番さん役持ちってことで、すみません、僕いろいろちょっと慣れてないもんで、7番さんじゃあ騎士、このタイミングで言ったらもらってもう本当騎士だと思うから、うん、結構僕7番さん騎士だと思い込んでるってなってくると、強靭として怪しいのは6番さんが、まあ強靭で、まあ白出されたって感じかなっていうふうにはもう皆さんもいたのは感じだね。で1番さんがなんか序盤になんか結構喋る人多くてすごいなっていうね、まあ、1番さんなんかこの中間でまだ僕の次に喋るから 2週目の発言はちょっと1番さんのは拾えないんだけど、まあ喋る人すごいなっていう、その人がなんか置いたっていうのは、まあみんなが言ってないあれとしても一つちょっと、怪しい予想ではあるのかなっていうふうな、まあことはしてます。そうで、4番さんって2週目の発言がやっぱ村人っぽい発言だなっていうふうに印象を持ったんです。なんでそうですね、1番のプレイヤーが発言します。はい、どうも、実力不足の、1番です。ですね、まあ、ここ、僕目線から行くと、4、5、8、2、まあ、で、6番が強靭の線も、まあ、あるのかな、というところで見てるんですけども、
僕全然釣ってもらってもいいんですけども、まあ、縄がもったいなくなるのかなと思ったんで、僕目線で言うと28がまあなんかラインあるのかなっていう、ちょっと最初の1周目の発言を聞いて思っています。で、まあ、村人陣営、まあ、7番さんはし、まあ、役割ということで、まあ、直感的に言って、新名って言っちゃったんですけども、まあ、7番さんの発言であるチームプレイというところであれば、まあ、村人陣営からすると、まあ、釣っちゃっても全然僕はいいんですけども、まあ、噛まれる要因として残しておいてくれても別にどっちでもいいです。2番のプレイヤーが発言します。僕基本的にね、まあ、今は違いますけど、スムラス化してる人と地釣り発言する人っていうのは 100% 釣るって決めてるんですけど、今の一番さんに関してはちょっと白っぽいかなっていうふうにも感じた。ただ違和感感じたのは最後の神市として残しといていいですよっていうの。多分一番さんって 100% 噛まれないと思うんですよね。ただ、ね、僕はね、8番さんがね、やっぱ考察はいいなと思ったんですけど、8番さんが1番さん、グレーから1番にヘイトが集まりすぎているからって言って、ずらしたのがちょっと違和感感じたんですよね。し、5番さんも、まあ、4番さんに便乗して1番って言ったとこ、理由も別に真っ当ではなかったと思いますけどね、5番さんに関しても。だから5、8でもあるかなと思って、8、1もあるのかなと思って、でも8番さん今の発言白いな、1番さん今の発言白いなと思ったから、僕8投票しようかな。3番のプレイヤーが発言します。1周目ですね、よろしくお願いします。場面固まりつつあるんですけれども、ごめんなさい、あんまり発言伸びなかったら申し訳ない、村の方は助けてくださいですけれども、私が一番白いなと思ったのは2周目は8番さんが白いと思いました。8番さん白いと思いました。で、もう今日占い値は決めてます。占い値は決めてます。で、今日の釣り位置なんですけれども、各々怪しいと思うところに投票してほしいなと思います。私は1番さんやっぱり行きたいかなと思います。8番さんも言ってたんですけれども、グレーがみんな1釣りたいって言って、まあ、グレーの中に狼がいる、結構いるんですよ。その中1押すって、この初日でライン切りするかなってところで釣るの怖いんですけれども、1番さんの発言で地釣り発言っていうのと、7番さんからの、7番さんも、まあ、役で確定してるけれども、その白の拾い方がチームプレーって言ってたから白いのかなって言って、まあ、そこが全然よくわからなかったっていうのと、私噛まれるからっていうので、まあ、それは2番さんも言ってたんですけど、もう1番さんそのままだと SG1 にされてしまいますよって思うので、私は1番さんに行きたいかなっていうところで、まあ、占い値は言いません。で、あとはそうだね、私も6番さん白出てるんですけれども、その前村の話だったり、なんか今日ムーブをしてるのかなっていう印象はあります。ごめんなさい、考察が伸びないです。全プレイヤーの発言が、その疑いにはどんな根拠があるのかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、投票が終了。1番の遺言を発表してください。1番。1番。はい、遺言を発表してください。はい。まあ、地釣り発言はあんまりしたくなかったんですけども、まあ、そうですね。まあ、チームプレイというところで役に立てればと。で、皆さん、まあ、議論が、すごい素晴らしいので、ちょっとまだまだ、勉強がてら入らせてもらったんですけども、そうですね。頑張っていただければと思います。ありがとうございました。夜が更けました。人狼に気を、騎士の方は夜のアクションを行ってください。
夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。あ、2クロスか。人狼が身分の開示を選択しました。騎士の方は夜のアクションを行ってください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。3番、4番のプレイヤーが発言します。なるほどね。2番さんうまいな。そうですね。2番さんは黒なので、そことのラインを見るっていう感じですよね。で、1番さん白か。そっか。じゃあ2番さんのライン考えると2番さんって8投票してるんですよね。で、普通に考えたら8番さんは白いですよね。初日ライン切りとかなければ。となると僕視点は2、5、黒になるんですけど、2番さんの腕前で果たしてそんな素直なことするのかなっていう。8番さんが白だか、白が狼で8番さんでライン切りしたかどうかっすよね、争点は。なんと誰か言ってなかったかな、28ラインとか誰か言ってなかったっすかね。それを聞いて投票を入れた、ライン切りを見せるために入れたっていう可能性もある。いや、誰か言ってたと思うんですよね、28って。3番さんかな、その辺ちょっと自分メモってないんで把握してないんですけど、今日のところはとりあえず、まあ、5、8発言聞いてそこら辺を決めたいんですけど、あと6番さんが8番さんに入れてるのと、これ露骨な強アピってことでいいんですかね。多分6番さん強っすよね。でも6番さん釣るっていう選択肢はないっすよね、さすがに。確定してるわけじゃないんで。5番のプレイヤーが発言します。はい、こんにちは。人狼1名と狂人が1名っていう流れですね。いやもうでも私目線ね、48ロラスリはもう勝てる盤面です。6番が狂人でなければっていうところですけど、俺ねどっちかって言ったら1番があんな初心者っぽい発言してるんでね、狂人で2位としたんじゃないかなとそれは思ってる。もうロラスリは勝てるなと思ってるんだけど、2番の動き方ね、昨日は確実に1が釣られる盤面だったの。占い師が指定してるからね。なおかつ柱まがいなことしてるからみんなが絶対投票寄る。その中で2番が8番に対してプロレスをしてるのかしてないのか。安定に仲間を思えば多分4だと思うんだよ。まあでもどっちも。万が一で6が強靭になってしまった場合、ミスれない盤面なの。まあ8の発言聞いてから決めるけど、2が釣られるはずがない、あえて8番に投票した仲間を切ったのか、それともちゃんと、8番に釣り縄を使いたくて、4番、でも4番と投票合ってないんだよな。まあでも1番釣ったらいいんだよな、そのまま。なんで8に持ってったかってとこだよな。4番も8番も投票合ってないんだよな。まあいいや。まあ8番の発言聞いてから決めるけど、まあまあほぼほぼ48ロラすりゃいいけど、4番もな、どうなんだろう。6番のプレイヤーが発言します。1番に投票しなかったな、まあ、柱は確かにしたけど、まあ、どうせ例の結果白しか落ちないだろうなと思ったから、平安村盤面で狼で自炊するかなと思って普通に。うん、俺平和村だから2番8番でライン切ったんじゃないかなって。どっちかに黒出ても
LINE 切っとけば、その LINE って追いづらいから、多分俺、28の LINE 切りじゃないかな。って思ってますよ。まあ、48ロラーで終わるんですけどね。8から行き。7番のプレイヤーが発言します。うん、これ、うん、まあ、あれだもんね。これって、なんだっけ、あれ、ね、運ゲー？うん、だからまあ、好きなようにやればいいんじゃないかなと思ってる。運ゲーだからね。いやいや、俺に入れてくれてる人間がいればすげえ透けるんだけど。初心者部屋のキッズたち、キッズとか、いや、今日もあったよ。超人気だったか、新旧だったかで。二人しか役出てないのに、人外三枚を入れるのはわかるとして、新占い師とか須村のやつが入れて、5対4で曲げるっていう。5で、騎士が釣られるっていう。騎士が霊能と言ったから、あ、新旧部屋でね、騎士が霊能と言ったから、怪しい。いや、二人しか出てないんだよ、役がそもそも。二人しか出てないんだから、その騎士が、ねえ、霊能ってふざけても、新旧で霊能ってふざけても、その人もう役確定でしょ、普通。で、入れんだぜ。人外の三人がベストしてる、残りの二人の村が。当然負けるし。ほんと疲れるよね。うん。俺出なくても役確定してんだからわざわざ出なかっただけなんだけどね。いやーどこがいいんだろうね、4、5、8ね。まあ、俺は好きなとこに入れるわ。うん。まあ、運ゲーだから。打ってきたら占い師が出てほしかったわね。推理ゲームにならんから、ただの運ゲーだから。うん、俺は村はそんなにモチベーションないから。うん、勝つとか負けるとか。うん、これで貸した方はどうぞって感じだし。うん。まあ、占いが出て欲しかったわ。じゃないとね、占いの込みでやるっていうゲームだと俺は思ってるからね。うん。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いいたします。まあ、4号どっちかが村なんだけど、まあ、4番さんに先言っとくね。ね、28ラインって言ったのは1番さんね。うん。で、5番さんに関しては、1強だってそれこそ言い切れない。村陣営としたら。1周目からの、まあ、これ4号どっちか、まあ、もしくは6強だったらもう知らないから、まあ、6、7もどっちかが、どっちかじゃねえや。6が村かどうかなんだけど、まあ、一応問いかけはするけど、まあ、1周目からの私の村目発言で白っぽいのは感じてほしいかなっていうところかな。4号の黒要素よりか、まあ、自分の白目を証明したいかなってところかな。うん、28ラインの露骨のプロレスなんかないでしょう、どう考えても。うん、で8はもうどう考えても、私と、2番さんは5、8につないだんだよね。だからもう次の日絶対2だって言おうと思った。で、投票結果からしてみて、あれこれ1黒だったんじゃねえと思ったけど、白だったね。うん、でも1、2、6で押そうと思ってたから。ってところかな。投票結果からしてもね。いや、露骨にさすがに2が8入れないでしょ。もし2、8だったら。で、しかも私、占われていいって昨日言ってるからね。占い地に入るんだったらそれでいいって言ってるからね。ってところかな。4号どっちかわかんないな。私も正直、あれ、占い対抗出てほしかったタイプかな。9番。のプレイヤーが発言します。でその次8番さん、最後4番さんで、一応4番さんつってみたいと思うんですけど、まあその理由は、まあ5番さん8番さんはなんかいろいろ今までの盤面、今までのやつを含めた盤面いってるんで、4番さんならそれがあんま聞けなかったかなっていう感じで4番さんいたんですけど、まあそれで、まあ、ちゃんと入らなかったら、じゃあ何だっけ、投票結果がまあ、拮抗して誰も決まらなかったら次は8番さんに空気読んで入れたいなっていうふうに思ってます。そうね、8番さんもなんかちょっとなんか黒要素よりかは自分の白要素を証明したいっていうふうに言ってて、どうなんだろう、ね、自分の白要素をやった言ったところで、じゃあ他の どっちが黒なのっていうさ、話の方が重要だと思うんだよね。まあだからまあ5番さんよりかは8番さん締め低いっていうふうに思ってるんですけど、まあ、とりあえず最初4番さんに入れて、まあ、それでなんかちゃんと票が入んなければ8番さんに。全プレイヤーの発言が終了しました。これからその疑いにはどんな根拠があるのかな。
投票が終了しました。票数が同じだったため、再投票を行います。その疑いにはどんな根拠があるのかな？その疑いにはどんな根拠があるのかな？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは投票が終了5番の遺言を発表してください。5番遺言を発表してください。いや、ワロタは、もうワロタはなんで俺の投票になったのか全然わかんない。あれ、48の精査じゃなかったの？いや、押せやじゃあ、俺をちゃんと釣り押せや。死ぬ覚悟すらなかったわ。なんだよ。誰が入れたの？9が移り変わって8入れてくれたんだね。4と8がもう俺に投票か。あ？4が俺に入れてて、引き続き俺か。で8が、乗り移って俺か。なんだこれ、どう判断すりゃいいや。あ？もう明日2分の1だぜ。おいおい、しっかりしろやん。釣られる位置ならもっと発言したつもりだ、つもる発言したかったんだけど。5番の遺言を発表してください。他のプレイヤーにより追放されました。あれ、またなんかなった。遺言を発表してください。また遺言を発表しろって言われて、俺2回目かよ。なんで俺2回殺されたのか、本当に。7が必要に俺押してやがるな、この野郎。初日押したからか、君の発言拾ったからか。あ、結構ストーカーチックだな。7番君の発言間違ってたの俺が訂正しただけだよ。押したいならちゃんと押しとけや。あ、じゃあ殴り合いができるのに。いや、俺絶対生きれてると思ったな。失敗したな。なんだよ、頑張らずに。なんか夜が更けました。人狼に気をつけてください。騎士の方は夜のアクションを行ってください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番8番のプレイヤーが発言します。はい、この時点で PP はなさそう。はい、4入れて終わりですね。6番さん大丈夫だよね。マジで出た、出ました。6強、まあ私は4入れる、私は4入れる。投票結果変えたのは私だけ。4番さんはずっと変えてない、うん、だ私は5黒6強だと思って、私に入ってると思って途中で変えた、2回目ね。ってところかな。24か。4番さんのその前の発言、25なのかなって言っといて、28のラインって言ったの誰だっけ。58聞いて決めたい。6ずりはない。6強が分かっててなのか。私はそれより引っかかったのが、5番さんのやっぱ1が強なんじゃねえかっていうところがやっぱ引っかかっちゃってってところもあったよな。正直分かりませんでした。そう、だ7番さんの言う通り、まあ、若干運ゲー臭くなっちゃうのが嫌だから、私も結構占い出てほしいタイプかな。まあ結果これでもね、6強なら勝ち確だからね、狼陣ね。私は9番
のプレイヤーが発言します。さっきまで8番さん一番怪しいと思ってた。なんか投票結果の移動とかもあれがあったし、ただし投票結果移動した理由とかを説明してくれたから、でまあそうじゃなくてもいろいろと考察してくれてるんだよね。いや発言量だけで決めたらさ4番さんが黒いってなっちゃうけど、待ってこの状況って待ってよ、6番さん強人だから、この状況でいくと、まあ、人狼っぽい人の方につくって感じかな多分。あどっちだ48のどっちだ、でも4か4黒いかな、4黒いと思うけど、あでもこれ負け確かでそんなことないか、そんなことないか。4番のプレイヤーが発言します。強人偽勢とかそっちの方が運ゲーになりそうなんで、もう6番さん強人決め打ちで今日9番さん投票します。6番さん信じてます。6番のプレイヤーが発言します。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。村人陣営の勝利です。は？どういうことだ？